はいどうも、おはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、グローテイクバ極上、こちらを攻略していきたいと思います。最速動画とかではありませんので、あらかじめご了承ください。ではですね、早速メンバー見ていきましょう。リーダーですね、ユカコ、ハイパーヒール、何が起こったか分かるはずがないと。そして、黒属性スピードブーストをつけています。そしてですね、ジョウスケですね、先導 ATK、&移動距離ブースト、そして生命時期をつけてます。移動距離を、増強させるのに使ってます。メインアタッカーのナイフディオ、積もる恨み、ナイフトラップ、焼けっぱちを使ってます。そして使うかちょっとわからないダルカサンド、ブラホーと、シオンも超える、執念ですね。そして俺だったで、そして愛をつけてます。そしてフレンドには、無駄ディオンをつけています。では早速参りましょう。はい、ではですね、本当はですね、タロスケがいると結構簡単に進むんじゃないかなとかは思ってるんですけどね。さあ、行動カウントも増えてくれました。でですね、スピードボタンですね、再起不能になると敵勢力全体の HP が 3% 回復していきます。そしてカメオですね、死亡時にスキルゲージを3減らしていきます。ツエペリはいつも通り、死亡時に全敵勢力全回復ですね。そしてボインゴがヒットされるたびに自分の行動カウントが2減るとなってます。ちょっとなまってましたね。はい、それではゲージとを回復、異常状態回復ですね、していきます。そしてもうナイフディオでサクサクっと進んでいきます。はい、倒しました。クールに去ってくれます。さあ、リスカがかかっていきます。そしてユカコもリーダースキルドかかっていきます。はい、ではですね、カーズですね、スキルゲージのたまりが2分の1にされてすると、ヒットされるために自身の行動カウントが2減ります。そして行動終了時ですね、スキルゲージを0にしていきます。そしてイギーですね、自身の重さアップと、味方勢力全体の移動距離を3分の2にしていきます。ラバーソウルはいつも通りカウンターですね。でジョウスケもカウンターですね、カウンターと移動停止ですね。そして、自分は別の場所に移動して治癒の敵に、ダメージを与えていきます。なので、ちょっと移動状態を回復し、ナイフ利用で一つ倒して、一体倒してゲージを回復して CS をかけていきます。はいはい、これで1ラウンド終了。次2ラウンド目ですね。はい、シトロハイムですね、死亡時に再起不能時に自爆して範囲内に固定1万2000ダメージを与えていきます。そして手榴弾ですね、ターン終了時に手榴弾を設置していきます。そしてマニッシュボーイですね、スキルゲージ10分の1になっていきます。これがあるのでハイパーヒールがあると非常に便利です。はい、異常状態が回復されましたのでナイフディオで構わず倒していきます。
関係なく回復しています。結構範囲広いですね、自爆の範囲がびっくりです。さあバフのオンパレードです、バフのオンパレードです。はいですね、遊郭をですね、16ヒット以降のダメージが1になっていきます。そして登場時、ね、味方勢力の全体のスキルゲージのたまりが5分の1にしていきます。ジョギングにですね、権力をかざし、移動距離を3分の2にしていきます。そして、ジョギングにできないことはないからだですね。登場時、敵勢力の攻撃力を 1.5 倍にしていきます。そしてですねアンジェロですね、アンジェロ、毎ターン終了時に最も近いユニットに、遠距離攻撃をしていきます。1万8000でしたね。それでは、ユカコで異常状態を回復していきます。さあそれでナイフで CS を畳みかけます。はい、倒せました。はい、ではですね、カーンが、接触攻撃を受けるとカウンターを与えてきます。そしてダイヤさんが、波紋入りのバラは痛かろうで、再起不能になると波紋バラを設置していきます。そしてミドラーが、コードはダイヤモンドと同じで、接触攻撃を受けると敵勢力全体の防御力がアップし、被ダメージを2分の1にしていきます。そして、敵勢力の重さをアップしています。異常状態はないので構わずかけていきます。はい、2ラウンド終了、3ラウンドですね。さあ自己紹介が長いのが難点です。始まりました。では華経院ですね、華経院がコマンドスキル、法の挨拶、範囲内円形中型の敵に、移動力ダウン &400% のダメージを与えて敵を吹き飛ばしていきます。そしてアビリティですね、エメラルドスマッシュ、毎ターン終了時最も近いユニットに遠距離攻撃をしていきます。そしてたまみですね、秀なアンタラーですね、接触攻撃をすると2ターンの間移動距離が2分の1にダウンします。そしてフォーエバーですね、猿ですね、壁に接触するとダメージを与えてきます。そしてスティーリーダンですね、いつも通り3ヒット目まで自身への攻撃やダメージが1になっていきます。異常状態もないのでバラを消しながら CS をかけていきました。はい、倒せましたね。さあ、ゾーンがやってきました。はい、ではですね見ていきましょう。リオが何もありません。そしてですねジョナサンですね、北風がバイキングを作った、接触攻撃を受けると敵勢力全体の攻撃力 1.5 倍、プラス被ダメージを3分の2にしてきます。はい、そしてジャック・ザ・リーパーですね、メスばらまき、接触攻撃を受けるとメスを周囲にばらまきできます。そして毎ターン、メスをばらまいてきます。そしてですね慶長ですね、死亡時コンポ2カウンター、再起不能時にコンボ数分の
カウンターダメージを与えていきます。これがいるためにジョースケがいないと、何もできないとなってます。でそしてですね、全体戦闘耐性ですね、登場時敵勢力の全体の攻撃を 1.5 倍にしていきます。ここはですねナイフかぶってるので一応ボムしたいところだったんですが、ナイフリオが攻撃受けちゃいましたね。ただナイフリオはここで1数分攻撃カウンター食らうので、どの道も同じでしたね。はい、ヒットコンボするカウンター来ました。そしてジョウスケが何もしないことはないので回復。はい、これで終了です。音がちょっとずれてましたね。何なんでしょうか。はい、では4ラウンド見ていきましょう。最終ラウンドですね。ジョウスケ、コマンドスキルドラララですね。範囲内円形中型の敵に対して 300% のダメージを与え吹き飛ばしています。そしてアビリーですね、ヒットされるたびに自身の行動カウントが2減ってきて、カウントリミット4ですね。シーザーですね、弾けるシャボン、ターン開始時に弾けるシャボンを設置していきます。そしてコンボシャボンですね、コンボ数に応じてシャボンをばらまき触れると移動停止プラスダメージを与えていきます。そして俺だってなんとかしなくちゃなんで、死亡した時にスキルゲージを1数分減らしていきます。これちょっと厄介ですね。そしてポルナレイフですね、コマンドスキルのみですが、範囲内の、固定 X 型の敵に対して 420% のダメージを与え敵を大きく吹き飛ばしていきます。では、参りましょう。おっと、ジョウスケに当ててしまった。これはどうなる。まずいな、ジョウスケに当てるつもりはなかったんですが、まずいですね、ジョウスケに当たらなければ結構いい感じで終わってたんですがいやー、大事故です。大事故が起きちゃいました。ただありがたいことにジョウスケの発動で、アビティ発動でナイフリオが死なずに済みました。よかったです。さあ、そして降ってきた、ロージョセフですね。ジョセフエリアスキル知略ですね。エリアに入ってきたユニットに対して3ターンの間行動カウントが増やせなくなるとあります。そしてですね、コマンドスキルですね、ならば忍者の紫ですね、ハーミットパープルですね、範囲内円形中型にいる、敵に 150% のダメージを与えていきます。そしてアビリティですね、カラメトルリバルですね、接触したユニットを停止させる&まだ、接触したユニットはスキルゲージのたまりが10分の1になります。これハイパーヒール行った後で接触してもたまりが10分の1になってました。そしてですね、コンボ数スキルカウン、スキルゲージカウンターですね、コンボ数に応じてスキルゲージが減少していきます。さあ、これでやるのは楽になってきました。ジョウスケだけを狙って倒していきたいところです。ジョウスケが倒れれば問題ないのですが、どうだ、倒せるか、倒せるか、どうやら難しいか。私のジョウスケでは倒すことは無理でした。ジョウスケはナイフリオですね、ナイフリオではジョウスケを倒すことは無理でしたが、ワンモアでなんとかいけました。よかったです。
バフのおかげですね。さあ見ていきましょう。リタジタ先生ですね、私は今は機嫌が悪い。毎ターン終了時に最も近いユニットにダメージを与えています。そしてヘルクライムピラーですね、登場時、味方勢力全体の移動距離を2分の1にしていきます。そしてアイテム数ディフェンスブーストですね、フィールド上に、設置したアイテム数に応じて防御力がアップしていきます。ただばらまいてこないので、っていうのが正直なところなんですけど、あ、シーザーがばらまいてきましたね。シーザーの場合なかなか残す人は多分いないんじゃないかなとか思うんですけど、そして、ストレートですね、狂気ですね、エリアに入ったユニットに対して与えるダメージを 50% ダメージの効果を与えてきます。そしてアビティですね、この私に恨みをいただくだろうなとあります。接触攻撃を受けると敵勢力の攻撃力を 1.5 倍プラス被ダメージを3分の2にしてきます。ツェペリさんですね、意思の継承もあります。まあ、ここは関係なくいきますね。一応回復しておいて、一番倒したいのがストレーツオなので2発当てて、おっとストレーツを倒しきれてなかった。これは意外。じゃあ今度こそ倒していきます。いやー、これで終わったと思ったんですがね。さあどうしましょう。はい、いいですね、仲間は守り一定範囲内の、仲間が攻撃を受けたとき身を挺して守ってきます。そしてそのまま守りですね、接触攻撃を受けるとカウンターダメージを受けてきます。はい、ですね、ジョナサンですね、最後の最後に困るスキルですが、最後の最後に敗北するのはどちらかですね。範囲内円形中型の敵に対して 500% のダメージを与えていきます。吹き飛んで敵同士で接触した場合、吹き飛んだ敵の攻撃力の 300% がダメージです。そしてアビリティですね、スタックではない勇気だ、接触攻撃でダメージを受けると、スキルゲージが1減っていきます。そして秘められた爆発力、 HP 60% 以下になると攻撃力が 300% アップしてきます。そしてカウントリミットが9ですね。まあ安心ですね。ですが、イギーですね、イギーが移動かけでちょっと厄介ですが、カウント数自体がもうそこまで気にすることはないので、もうサクッとやっていきましょう。はい、発動しなくてもいい世界が発動しましたね。さあそしてナイフディオで倒していき、はい、これで終了ですね。はい、終わりました。最後ちょっと、段取り悪かったですけどもなんとか、終了することができました。なかなか美味しい具合に落ちてますね。はい、それではですね、最後まで見ていただいてありがとうございます。ではですね、またどこかでお会いしましょう。ではラストタイム。